東京渋谷の、宇田川町で、やってますグローアランドの山崎です。よろしくお願いします。当店は特にニューヨーク、LA、その辺をメインにスポーツ系が今中心になってはいるんですけども、ワークウェアだったり、ニューエラのキャップだったり、もろもろ仕入れてやってます。お店を始めた経緯は、当時はレコード屋さんだったんですよね。まあレコードがとにかく流行ってて、この辺宇田川町近辺もレコード屋さんが連なってる時代でもあったので、まあもちろん自分もレコードを DJ やってたわけでもないのに、ターンテーブルあってレコードをまあバカみたいに買いまくって、当時中古レコードがまあその流行りもあったもんですから、自分たち2枚買いとか3枚買いとかしてたものもあったので、そういうものをまあ友達2人で売り始めたんですね。そしたら当時700円800円 EP での値段だったんですけど、それがまあ3000円4000円下手したら1万円とかの時代もあったんで、まあそれでちょっと中古レコードっていうのがいいんじゃないかってことで、でも本当はアパレルやりたかったんですけども、資金源もなかったもんですから、じゃあレコード自分たちのレコードを売ってアパレルに切り替えていこうかってことで、95年ぐらいはちょっとこうニューヨークでもファットビーツとか、なんかそういった店ってなんかレコードも売りながら洋服も売ってるっていうのが流行りだったもんですから、まあちょっと自分らもそんな形でやってみようかっていうのが始まりだったんです。ジャマイカのとあるモールで、地下がジュエリー売り場になってるんですよね。14金10金だったりチェーン売ってたりと、で あっちの店が安いこっちの店が安いみたいな感じでこう回るんですけど、そうやってる最中にわーっと犬連れて警官がバー入ってきたんですよね。一回何が起きたのか分かんなくてパッて見たら、周りにいる黒人たちみんな逃げてるんですよね。あじゃああいつはきっと悪いことしたのかなと思って、それを警官が犬連れて追っかけてるのかな。そしたら、まあ、5秒後ぐらいにみんなもこういったガラスケースの中にジュエリー入ってるんで、こうバットとかで割り始めてるんですよね。おそらくどさくさに紛れて取ろうとしてたんと思うんですけど、壁際にある店はみんなシャッター下ろして割られたくないから、これちょっとただごとじゃないなと思って、で自分もこう逃げなきゃと思って逃げたんですよ。そしたら自分の逃げる方向にその追われてる黒人も逃げてきて、でちょっと頭よぎるのが、自分もなんかこう仲間でなんか巻き添え食ったら嫌だなって思いながら、ちょっとこう必死になって逃げたんです。追っかけてきたというか、後ろ走ってた黒人らしき人が捕まってバンバンやられてるのを見て、あこれはもう逃げようと思って、ちょっとヒヤッとしたことはあります。ピンクザムは修学旅行かなんかで来たらしいんですね、当時で。なんかずっと好きでいてくれて、でひょんなことから知り合って働くことになり、で当時はまだこの場所じゃなくてビルの4階だったんですね。お客さんもすごい出入りするわけでもなかったもんですから、どっちかというとひっそりやってた形だったんで、ちょっとラッパー気質な人も働けてたというか、まあゆるいというか、まあ、ちゃんとはしてたんですけども、まあちゃんとしてなかっただから畑開けてたのかなっていう一番最初はなんかお客さんで来てたんですね。で自分知ってる限りなんかドレッドかなんかで、背格好も身長高くて、まあビグザもそうなんですけど身長高くてスタイリッシュでモデル体型でもあったんで、すごい目引いてて、すごいおしゃれだよねなんて、当時その前に働いた CT っていうのがいて、それと話してたんですよね。話してた矢先に紹介してもらって働くことになったんですね。 CT の場合は珍しくラップなんだけども、元気よくてお客さんとの会話ももうすごいチャキチャキできてて、淡路島出身なんで関西地区なんで、もうチャキチャキ感があって、専門学校服飾の当時行ってる最中に洋服が好きだってことで、ヒップホップ関連のものも好きだってことで、ちょうど3日前ぐらいに、今も淡路島帰って違う仕事してるんですけども、たまたま来てて久しぶりに会って、まあ、相変わらず元気でちょっとパワーもらいました。グロアランドのバイヤーの本宮です。今日は渋谷店の外観から紹介していきたいと思います。まず看板なんですけど、ニューヨークの宝くじとかをモチーフにしたこういうニューヨークロバリーっていうちょっと面白い看板なんですけど、こういったのを、まあ、外観に置いてあったりします。トラビスのシリアルだったりとか、まあ、ジョーダンの昔のシリアルとか、まあ、そういう面白いものを置いてます。昨年ぐらいからニューエラのカスタム別注とかがすごい流行ってて、それぞれのテーマに合わせてカスタムするのが結構流行ってまして、例えばこういうブラウンとダークグリーンとか、ニューヨークでいうとこういうビーフ&ブロッコリーって言って、この配色、本当ブロッコリーとビーフの食べ物ですね、それの配色に合わせたこういうのが主流の流行りになってます。
アンダーバイザーがこう赤だったりパープルだったりこういうオレンジだったり、すべてこのグロアランドのカスタムベッジになってます。グロアランドはアパレル以外でもこういったソックスだったりとかデオドランド類とか、ちょっとまあアメリカンカルチャーに なくてはならないようなアイテムなんかも置いてたりして、特にこういうドゥーラグなんかもお土産とかだったり、まあ、ちょっとコスチュームとしてすごい人気のアイテムなんで、まあ、ぜひ店内来た時は見てみてください。こちらのブランドはブロンクス出身の J Tips っていうデザイナーが作ってるブランドなんですけど、彼はもともとキャップのカスタムとかでも有名だったりして、アーティストの衣装提供とかこういったドリップした T シャツとかを発泡プリントを使ったのを得意としているブランドになります。これも今コンプレックスコーンとかスニーカーコーンとかで大人気のブランドです。ここのコーナーは最近のラッパーだったり昔のラッパーとかのアーティストティーを取り揃えてるコーナーでして、最近だとやっぱりこういうキングボーンだったりこういうリルダークとか、今現行のラッパーのラップティーがすごい流行ってます。ここのレジ周りのところは、キャップとかにも欠かせないピンバッジが置いてあったりとか、まあ、アップタウン、ハーレムやブロンクスでも当たり前のようになっているこの BB サイモン、ブリンブリンなベルトとかをメインに目に光るようなアイテムを取り揃えております。でこちらの方がジャージ類なんですけども、こちらはもう全てかつて活躍した往年の選手のノモだったりマイク・ピアッツァやヤンキースの選手など数々のオーセンティックジャージ取り揃えております。まあ、ジャストで、まあ、パーカーの上とかに着たりとか、まあ、夏だったらタンクトップ1枚で着たりとかするのが好きですね。もちろんショーツは昨年もあったんですけど、今年はさらに、今ニューヨークなんかでもフットロッカーとかそういったスポーツ用品店でもミッチェルよりかはこのプロスタンダードの方が主流で今置かれてて、こちらも結構刺繍だったりとかクオリティがすごい高いんで、まあ、ぜひちょっと店頭来て手に取ってもらえたらと思います。グロアランドは上のフロアもありまして、まず上上がっていただくとこちらにあるラームズっていう新しいグロアランドでも今期から取り扱い始めたブランドなんですけども、こちらのブランドはニューヨークのソーホーオーチャードストリートにあるセレクトショップなんですけども、ここのセレクトショップっていうのがすごい面白くて、結構今で言うとロソっていうデザイナーがもともとそこに下ろしてたりとか、結構やっぱ若手の登竜門的なセレクトショップなんで、皆さんインスタグラムとかもチェックしてもらえると助かります。であともう1点、こちらはまた双方とかではないんですけど、アップターン、ハーレムやブロンクスとかで今すごい流行ってるスキニージーンズなんですけど、リペアされてるデニムだったりこういうブラックのウォッシュ加工されてるデニムとかがすごい特徴的で、特にこのフラップのところがここがステータスでつけたまま履いたりっていうのが今流行ってます。こちらはセルジオ・タッキーニっていうブランドでして、昔は本当ビギーとかのイメージが強かったんですけど、今デーブ・イーストだったりとか若手ラッパーとかもこぞってきてるようなスポーティーブランドになります。次紹介するのはクッキーズっていうブランドで、まあ、LA を拠点にしている、もともとはウィードショップグロサリーのマーチャンダイスだったんですけど、今はまあなんかアパレル展開もしてて、こういうキャップだったりとかこういうビーン、ソックス、まあ、いろんな小物があるんで、まあ、見応えは十分だと思います。またこの王道なデザインのコアロゴっていうんですけど、こういった分かりやすいロゴの T シャツなんかも、まあ、カラーバリエーション豊富でだいたい30色ぐらいあるんですかね。こちらの方も多分日本ではうちぐらいだと思うんで、ぜひチェックしてみてください。次紹介するのはブロンクスに拠点を構えるパブリックハウジングスケートチーム、こちらのブランドになります。こちらのブランドっていうのはブランド名の通り低所得者たちが住んでる公共住宅を、まあ、題材にしたこういうデザインだったり、コンセプトを持ってやってるスケートチームなんで、こちらもグローらしいというか普通のスケートブランドじゃないこういうちょっととんがったブランドとか扱ってるんで、ぜひ見てみてください。こちらのコーナーはデニムだったりとかスポーツメインのコーナーになります。こちらのデニムがこちらもアップターンとかで流行ってて、まあ、もちろん双方とかにもフラッグショップを構えてるんですけど、スビっていうブランドになります。ここはちょっと前にASAP とかがコラボしたりとか、トラビス・スコットももちろんコラボしてますし、いろんなアーティストがコラボするようなデニムブランドになってます。こちらもジャージのコーナーになりまして、こちらはまたさっき紹介した種類とは違くて、こちらナイキボディになります。こちらナイキは殿堂入りしたジーターだったり、まあ、こちらネームなしのジャージだったり、ちょっとミッチェルとはまた違った素材感なんで、こういうナイキのジャージも持っててもいいかなと思います。
働き始めたのは5年前ぐらいになるんですけど、当時大学生で、そっからその時からもう自分はラップを始めていて、グローアラウンドにもその始めた際からよく通っていて、それで大きいサイズもあるし、よく聴いてた BD さんだったりキャンディータウンのミキさんだったりっていうのが働いてて、で自分もスキルだったりそういうのがまだまだ足りないなとか思ってたし、ここに来れば服のスタイルだったり、まあ、音楽性だったりっていうのがスキルアップするんじゃないかと思って修行しに行く形って感じで入りました。入荷の量がすごいんですよ。毎週毎週入荷が来て新しいものが入って、その買い付けのものだったり輸入品が入ってきたりして、まあ、見てて飽きないっていうのもあるし、接客だけじゃなくて仕事面でもいろんなところを任せてもらってるので、まあ、その刺激的になるっていうのと、アーティストだったりそのアパレル関係の方だとよく店に来るんで、自分がラップしてる仕事につながってて、そこが魅力的だと思いますね。今年の5月まで名古屋でポップアップショップをやってたんですね。まあ、ちょっと距離があるんですけども、ちょっと新たな挑戦みたいな形で、昨年の9月から今年の2月までの予定だったんですけども、ちょっと延長延長で5月までやることができて、まあやった結果すごい皆さん近くの人も来てもらったりとか、ちょっと評判良かったもんですから、また自分らもやっててすごい楽しかったし、またちょっとそういうポップアップ的なものを継続してやりたいねっていう話も今なってるんですね。なんかタイミングがあればですけど、ポップアップ的なのはちょっとちょこちょこやっていきたいなと思ってます。